中国政府、日本人が新型肺炎で死亡したと認める。本日、中国外務省が記者会見において、武漢市で死亡した60代の日本人の男性が新型コロナウイルスによる肺炎で死亡したと発表しました。この中国政府は新型肺炎を確認してからおよそ 二ヶ月も隠蔽し、このように世界中に感染が拡大、日本人の命を奪ってしまいました。そのような中で中国政府は日本の尖閣諸島に爆撃や船舶を派遣し、侵略行為を繰り返してしまっております。 こういった中国政府の行いは明らかに日本国民を危険にさらしておりますので日本政府には今後も中国政府に対し厳しく対処していただくようにお願いいたします以上になりますご清聴いただきありがとうございました